船の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、なんでイタレートか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって船の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あやっさや、あー分かった、どうぞどっきときよ、せーの、どーれー。なに今のみんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、時計の針は午後9時を回りました、はい。10月21日水曜日、はい、この時間 FM ギノワンは今週もフリムーンラジオをお送りいたします。ということで、お相手は私ナルトラでございます。よろしくお願いします。よいしょ。はい、はい、よろしくお願いします。ホワイティニシロです。はい、よろしくお願いします。はい、ミキサーの小ザエルです。はい、よろしくお願いします。そしてツイキャスの皆さんが気になっている、はい、この方、今日のゲストさんでございます。はい、どうぞ。アンジュです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組は2回目の登場ということで、うん、はい、最近ひふみさんの木曜日の9時からの番組にもゲストで出ていただいたということで、はい、はい、またね、この後、ゲストさんのコーナーがありますので、はい、おいおいとまた話をお聞きしようかなと思っておりますけれども、はい、今日は、ちょうど僕が、うん、オープニング当番ということで、はい、何を話そうかなと思ったんですけども、はい、実はですね、うん、今日仕事してましたら、先ほどまでね、ね、番組されていましたうん、FM のギノワンの山内局長から LINE が届きまして、はい、なる、うん、ちょっと CM ナレーションお願いっていうことで、あ、大丈夫ですよっていうことで、うん、実は今日8時ぴったりぐらいに、うん、FM ギノワンにちょっと先乗りしまして、お、CM の音取りをしておりました。素晴らしい。もう僕が生かされるのはもうね、声しかありませんので、はい、自分で言うのもなんですけれども、はい、なんかちょっとこう震えてるんですけど、ホワイティさん、返事に困る。ダメだろ、返事に困るからサクッと行こうぜ。はい、ということで、うん、実はまあこの番組とは全く関係ない、ある CM の、うん、音を収録させていただきましたんで、うん、はい、11月になるのか12月になるのか分かりませんけれども、うん、FM ギノワンの番組を、うん、リスラジとか、FM 電波で聞いてる方は不意に僕の声がどっかの CM で流れるかもしれません。お、番組は決まってない、まあ、僕そこまでは聞いてないですけど、あれ、あるスポンサーさんの CM ということで、はい、まあそのあたり、ちょっとね FM ギノワンをずっと聞いていただくことは難しいかもしれませんけれども、どっかのね、うん、タイミングをお楽しみにということで、なんか4パターン結構取ったね。なんかちょっと指定が一つあって、うん、食い気味にっていう、ね、なるほど、ちょっとこうその食い気味っていう判断に若干困った部分もあって、なんかこう具体的じゃないんだね。そう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 、食い気味なんだね。食い気味にっていう。しかも食い気味にっていう指定の中に下に、うん、かっこわらって入ってるんですよ。それもねすごいね。ちょっと迷ってしまったような感じだったんですけども、うん、まあ4パターンのどれかは採用されると思うので、うん、はい、ぜひまたその声もね FMB マネットの、注目していただけたらと思います。はい、はい、ということでオープニングトークでございました。ちなみにナルトラさん、はい、松山の紹介ですかって
松山の紹介だったらね、宜野湾の曲じゃないんじゃないですかね。辻ですか。なるほど。俊さん、俊さん、ツイキャスでコメントしてますね、辻に行くなら鳩屋電話は良い風呂って、なんでですかこれ。鳩屋違いですって、あのあこれ、ね、熱海ですかね、鳩屋っていう旅館のね、昔の CM のフレーズですけれども、もっと明るく歌ってよな、あれと。辻に行くなら鳩屋電話は良い城、あ、風呂、ごめん、良い城になっちゃった、良い城になっちゃった。俊さん、ソーリーいいね、辻に行くなら。ね。鳩屋じゃないよね。鳩屋じゃないでしょ。ね。ね。まあ、FM 疑問だったら前原じゃないでしょうか。ああ、なるほどね。前原僕知らないんですけれども。はい。まあ、そんなことじゃなくて。前原もないの？ね、ないでしょ。ね。それ一番よく知ってるのはナルトラでしょ。ちょっと待って。何言ってんのよ。ちょっと待ってください。ね、なんかね、そういうスポーツじゃないですよ、セクシー警官の海部さん。松山登山っていうことで、いきなり書いていただいてますけど。そうだよ、ナルトラも好きだもんな、松山登山な。辻よりな。辻登山じゃないもんな。松山の方だもんな。いや、僕、松山でもないんですけど、なんでですか、何を言わせてるんですか。いや、僕も辻でも松山でもないやから。言えば言うほどもドツボにはまりそうなので、はい、あの今日のテーマの発表をよろしくお願いいたします。あ、先にテーマ発表したらどうする。でも、もう終わりでしょ、オープニング。あのほら最初のほら、はい、なんか出すとか言ってたやつ。え、不審者情報は、あ、それは後で、あ、後で、後でよろしい。じゃあ CM 明けでいきます、はい、OK です。じゃあ本日のテーマは好きなスポーツ。スポーツ、はい、はい、ということで、はい、すいません、あの健全な方でお願いいたします。スポーツです、はい、何でもする。スポーツです、スポーツです、スポーツです、はい、スポーツです、はい、スポーツです。スポーツです、スポーツです。大好きな、の大好きなのはダメです。これ、はい、はもうマットの上じゃないからダメです。ダメです。県外です、県外です。そうです、はい、やるスポーツでも、見るスポーツでもどちらでも、もうあんまり言うな、いろいろ。余計にややこしくなるから。なるとら言えば言うほど、あのみんな、はい、下の方に入ってくる。だから僕を知ってるリスナーさんだったらね、そうなると思いますけれども。ナルトラこんなにモータースポーツとかサッカーとか好きなのに、はい、どうしてそっちに行っちゃうの。ナルトラの好きなスポーツは一番そっちだからね。なるほど、はい、そうね、いろんなスポーツをお待ちしております、はい、もう一瞬言葉にできないオフコースでした。はい、はいはい。そしてですね、本日、ハイブロ姉さんはですね、あの、アッシーの池ペイさんがですね、人妻とデートということで、来られません。はい。はい、LINE に堂々とその理由を、グループ LINE に流してきましたので。大丈夫です。ワンデーでも読まれてましたので、人妻と。キュンキュンで。人妻とね、はい、人妻と。皆さん、池ペイの直電知ってる方は、はい、いたずら電話と。はい。で、LINE 知ってる方は、すぐ LINE、ね、あのツイッターは炎上させてください、うん、はい、はい、人妻とキュンです。はい。、はい、のメールアドレスはムーンアットマーク fmginowan.com moon@fmginowan.com。 またこの番組は YouTube で映像と音声をネット配信しています。FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は民謡居酒屋やってもーれ、お奇跡配送センター、コーズとちっとフリムーンラジオのメンバーの提供でお送りします。はい、はい、では CM です。
メガネに青いキャップちょい太め、そんなアワトラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃい。フリムファミリーも待ってます。フリムーンラジオ。はい、ということで、うん、まずちょっ と、メールとかそれからツイキャスに行く前に、はい、今週も、不審者事案が発生しておりますので、こちらの方をお伝えしたいと思います。昨日ですね、10月20日火曜日午後4時50分ごろ、浦添市宮城1丁目の路上において、児童2名が石垣に座っていたところ、うち児童1名が見知らぬ男性に体を触られる事案が発生しました。男性の特徴です。年齢30代ぐらい、身長165センチくらいで、黄色の帽子、上下黒系の服、首に名札のようなものをかけているということでございます。防犯のポイントとしましては、不審者を見かけた場合は大声を出す、すぐに逃げる、迷わず110番通報する、これが大事ですので、ぜひ、怖がらずに、対応の方よろしくお願いいたします。はい、以上不審者情報でございました。ナルトラ、はい、青い帽子でよかったな。前黄色いの被ってなかったっけ。いや黄色くなかったです、前は紺です。紺ですね、前。あ、黄色、黄、確かに、あの、もしかしたら阪神のね。やめなさい。いやでも阪神は白ですからね。やめなさいよ、全色揃ってるみたいになってるから。いろんな色持ってる。振られると泥沼にはまってるような。いや、まあ自分から入っていってるようなもんですけどね、これね。はい、ということでね、合ってるのは年齢30代だけでございますんで。なるほど。はい、はい、安心しました。満足しましたか。はい、そして、もう一つ、はい、町野のりさん、はい、エコザイルって昨日宮城に行ってなかった？わお、大丈夫です。あの、昨日僕4時半に仕事終わって、うん、すぐ髪切らに行ってるんで、はい、はい、キャップはかぶらないよね、当然ね。キャップはかぶらない、ね、仕事中だけですね、はい、キャップは、うん、しかもあの紺色のキャップ、うん、紺か黒だね、はい、うん、はい、ということで、はい、マジで否定しておりますので、よかったです、はい、皆さん気をつけてください、うん、こうやるんだよ、ナルトラ、うん、こうやって否定はするんだよ、はい。ね、そんな真面目にね、あの2人もやってたらね、面白くないですからね、この番組もね、うん、いじられる役は必要でございます。あ、本当だ。ということでギネスさんから、はい、あの不審者ってナルトラが黄色い帽子に変えただけじゃないの、うん、多分ね。いや、うん、であと思うんですけど、うん、ちょっとナルトラの車後でピッキングして探してみます。はい。うむ、はい、はい、探しても何も出てきませんので、皆さんご安心ください。はいはい、じゃあたくさん来てますか。さあ、それではツイキャスの方を読んでいきましょうか。はい、うん、はい、まず今日は荒町ののりさんからです。こんばんは。こんばんは、はじめまして。今日は最初から起きておりますね、はい、お、はい、珍しい。そして、あ、アンズ、はじめまし て。嘘つけ。いい、照れてる。土曜日の照れてる感じを出してる。土曜日にもね、いたじゃないですかね。うん、土曜日にいて、はい、ちょっと、ふくよかな女性を触りまくってたよね。ちょっと、大丈夫？ブーブー、俺なんかに足見せるなって言ってた割には、うん、それを触りまくってたね。うわぁ、大丈夫？バラしとこう。うわぁ。何やってんだよ、鉄。しっかりしな、鉄。大丈夫、本人も覚えてないの、うん、だいぶね、あの後半は酔われてましたので、うん、じゃあ、はい、いいでしょう、はい。そしてギネスさん、はい、こんばんはということで、はい、そしてセクシーキリカウンの海優さん、うん、バンは山口からお邪魔しました。はい、お邪魔されました。はい、そして埼玉のはちみつ一家さん、こんばんは。あー、シプリームさん、こんばんは。タッチひろしです、うん、目のやり場に困っています。アンズさんだろ。アンズさんのこの画面だろ。わかるよ、わかるよ。はい、そして、うん、伊勢亀さん、うん、皆さんこんばんは。はい、沖縄にはチュールさん、こんばんむーん。はい、ギネスさん、ナルトラさん、うん、両手に花だね。おお、いやいやいや、片方だけだよ今日はね。いや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 、アンズという大輪があるからね。いや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 、ね、僕は逆に見えませんからね。あのツイキャスの画面もあんまり、余裕持って見れられませんので、はい、
そして、トコラ通行さん、はい、こんばんむーん。あ、太陽さん、うん、好きなスポーツは女子プロレスです。おスターダムにハマっています。なるほど、はい、あ、初めて、いや初めてって書いてる。なんで多分アンズさん、あ、そっか、かな、かじゃないですかね、はい、うん、そしてカリフさん、うん、お姉様、うん、ビーチパーリー来なかったからナルトラさんが思い近帰り腰を切ってよって言ってないから、ということで来たよって、うん、いや、そうなの、カリウスさん、うん、どこをどう見てたらどういう風なコメントなんでしょうね、まあ、ビーチパーリー一応ね、はい、ツイキャスだけはお伺いしましたんで、ありがとうございます、はい、そして、うん、ね、先ほどコメントもありましたけれども、はい、イケボアワトラス、なるほど、松山の紹介、うん、全部紹介でした、シュプリームさん、奥様特急かなって、うん、そんな店僕は知りませんが、うん、はい、すごいね、特急なんだね、はい、うん、そしてセクシーキリカブの海優さんいただいております、はい、うん、好きなスポーツ、はい、見るなら 800m だな、はい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 、陸上かな、陸上800ですね、だね、スタートからあのオープンになるわけよ、うん、今、はい、国際ルールかなんかしら、はい、スタートから 200m でオープンコースになる瞬間からの駆け引き、うん、ぶつかり合いいいよね、昔は走ってたんだけどさ、おって、すごいな、いやすげえ、俺は1500、3000、5000だったの、すごいですね、カイユね、またちょっと痩せようとしてるから、はい、また絶対走れるはずよ、いいかも、はい、はい、あ、増山さん、あ、松山さんじゃない。誰ですか。誰に話しかけましたか今。ちょっと人になっちゃったよ。海優さんと呼して。海、う、優、ん、松山登山が好きなだけだから。それを呼ばしたら、松山さんでやって。やめて。でも名字になっちゃってるし。はい。そして、うん、はい、スラシドーバさんさん。うん、隣に美女がいて、挙動不審なボンゴって。うん、おっと、ボンゴの周りってな。ボンゴの場合、うん、これ説明したくないっすよ。うん、本当に、うん、まあ。今日はいいでしょう。説明しなくて。はい。はい。ね、却下。はい。そして、アッキーさん。はいよ。好きなスポーツ、うん、ソロアンタ、高速でオーバルを回す、あれよということで。うん、いや、アッキーさんね、あの、茨城の方ですから、うん、近くにはね、あの、栃木県にあの、ツインリンクモテギという、あの、サーキットがありまして、ここ日本で唯一、ぐるっと回るコース、オーバルコースがあるんですけれども、はい、まあ、今は残念ながらね、あの2011年 の, だあの大震災で路面がやられて、うん、それ以降一切使っておりません、今駐車場とかしております、オーバルコースがね、はい、はい、他の中のコースは復活してるでしょ、中のコースは普通に今レースやってるんですけどね、はい、すげーな、はい、そしてその後にうん、何でしょう、はい、アッキーさん、うん、これは読みません、はいはい、その前に、うん、はい、健全なって言葉をボンゴにだけは言われたくない、サラシドさん、うん、もう反応に困るんですから、もう本当に、うん、いや困ってない大丈夫、うんうん、はい、そして、ニセカビさんからも、はいよ、好きなスポーツ、うん、高校生の時にクラブ活動でボーリングにハマりました、おハウスボールは110台でしたが、うん、3年前にマイボールを買った途端に2桁以上のスコアが出てからはやってないですというか、あ、だからあのハウスボールだからボーリング場の置いてある球を使ったら110だったんですけど、自分でボールを買ったら2桁しか出なかったんで、うん、やってないということで、難しいもんだね、難しいですね、マイボール、マイボール、はい、さあそして、うん、まあ、さらにシュプリームさん、はい、娘が生まれる前日に始めたスノボは、うんうん、3度の飯や女性より好きです、おつけ、20代にはまだ負けませんと、なるほど、嘘つけ僕昔は好きが、ね、できてたんですけど、うん、膝をやってしまってから、あら、ま、もうあの支えられなくなりましたんで、うん、こうあのこうスキーの板をはめてキュッてね、ハの字のそうやつ、ね、支えられなくなりましたね、もう全然やらなくなりましたね、あっちゃ、親が両親がね、うん、よくね、行ってたんですよ、スキーに、うん、だから一緒にね、あの家族旅行でよく行ってたんで、うん、ということで当時乗ってたボンゴは四駆でした、はい、以上でございます、やはりボンゴでしたか、はい、ありがとうボンゴ、はい、いろいろと、あ、そしてかっちゃんさん、はい、エコさん、ホワイティさん、ナルトさん、ゲストさん、こんばんムーンということで、ありがとうございます、あ、
ちょっと長いですけど大丈夫ですか。何でしょう。かっちゃんさんが、はい、占いをいただいております。本当ありがとうございます。ヤギ座のエコさん、はい、対人アップ。お、困った時は近くの人が助けてくれたり、うん、いいアドバイスをもらえそう。お、感謝の言葉を忘れずに、はい、ラッキーの鍵風呂。おなぜだどうした今週は。エコさんですよ。俺の普通の風呂だから大丈夫よ、うん、はい、うん、そして、お牛座のホワイティさん、はいよ、ハプニングの予感あり。お、問題が起こっても慌てず騒がず、うん、冷静に対処することがあなたの評価アップに、うん、ラッキーの鍵シューズ。シューズ、おー、ありがとう。あ、ナルトラの俺が読もうね、はい、おー、なんだ。双子座のナルトラさん、はい、他人の違った意見を取り入れることができればあなたをさらに成長させてくれることになります。はい、ラッキー鍵、はい、ハーフサイズ。何なんだろう、ね、ハーフサイズかな。何ハーフサイズなると何がハーフサイズなの、ね、いや僕もよくわからないんですけれど、 何がハーフサイズなの何がハーフサイズ、何があるでしょうね、何がどうしたの。登山、アバ登山、ハーフサイズ、ハーフサイズで、うん、なるほど。いやよくわかりませんけれども、時間短縮で言ってくださいということですね、はい、はい、さあ、ツイキャスは以上になりますけれども、ちょっとFM ギョワンのメールの方に、うん、うちの番組の、メールが来ておりますので、お、本当だ、先にちょっとこれを読んでおきましょう。なになに、皆さんこんばんは、カープボーイです。お、ホワイティさんの名前って内村照義のキャラのホワイティから取ってるんですかという質問がまず来ております。あ、これはですね、なんかつけてもらった時に聞いたら色が白くて自分がピンクレディが全部踊れるっていう、そのピンクレディのイーからホワイティーになってました。色白だからです。です、色白とピンクレディが全部踊れる、いまだに。それが、まあ、それそこから来ました、はい、もううっちゃんも好きですけどね、はい、うん、そして、好きなスポーツといえば見るだけで言うとプロレスとか、うん、やるのは、うん、やるビリヤード、うん、野球、うん、NBA、NFL、 こんなところかな。おー、あとはサッカーも高校の時やってたから見るのはっていうか見えないけど好きですね、うん、ビリヤード立派なスポーツですよ。なるほど、ビリヤードすごいね。ビリヤード結構ね、うん、確かに、そうそう、なんか高校の時流行ってたね、ビリヤード。意外とハードだよね、うん、うん、なんか僕はあれ中学校の時からうん、なんか数学の授業でビリヤード場行きましたね、うん、入射角と反射角っていう、はいはい、ああ、なんか確かにあるね、それも難しいからね。なぜか数学の授業で、今日ちょっと、うん、近くのビリヤード場行くからって言って、で何十人かどんどんついていって、うん、マッセとか習わなかった？え、ジャンプボールとかマッセとか。そこはやらないのか、数学の授業なので。やらんと、すごいよね。どうやってこうやったらこう入ってこうカーブかかっていくんだよとかやれよやれよはい、はい、沖縄にワンチュールさん、うん、シロコさんって梅田の地下街から撮ったと思ったあーあの通りあるね、ホワイティ地下街かホワイティ梅田ねよく撮ってたよ、大阪に行った時。好きだよあの通り、怪しいカセットよく買ってたよ洋楽が入ったカセットよく買ってたよウォークマン使ってたから、CD よりウォークマンだったから、僕はどちらかというとその怪しい系のね、商店街というと、神戸の元町の高架下をよく思い浮かぶんですけど、 あそこも大概来てるねすいません、この3人しか今日映ってる3人しかわからないトークですけど、はい、新世界の方ね、新世界が一番もうカオスだったねうわ、確かにそうですね、はい、なるほど。さあ、ちなみにアンズさんは、はい、好きなスポーツ？お、聞いてみたい。好きなスポーツ、うん、あ、でもバレーとか見るのは好きでした、ね、お、日本の、うん、戦ってるやつ。あ、バレーボールの方ね。あ、そうです、バレーボール。うん、あ、バレーダンスの方は、うん、習ってたことありますね。あ、さすが。ダンスの専門学校行ってたんで。あ、すごい。やっぱりそのあたりはね、今ね、ダンサーとして活躍中の、はい、アンズさんですから、うん、そこは経験が来てるということで。大阪下りで来ると思った今大阪人ですそうなんですよね、出身は大阪の。どちらでしたっけ。
え、改めて四条縄手とかです。わかりますか？東川、そうそうそう、ほほほほ、電車で言うと京阪の沿線ですかね。あ、だけど私 JR なんですよ、ちょっとややこしいんですけど。じゃあ学研都市線の方だ。あ、そう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 です。あっちの方だ。そうです。いいところの方じゃないですか？いや、え、誰もいいと思わないと思う。わかんないけど。誰もわかんないけど。いや、僕とね、ホワイティさんは四国出身なので、うん、そこから見たら大阪は大都会ですから。どこでも羨ましいと。四国めっちゃいいじゃないですか。うん、食べ物美味しいもん。いや、うどんしかないっすよ。いやいやいや、香川県は。魚も美味しいし。アンズさんに質問、はい、ソラシドおばさんからですけど、新世界って自販機におじさんが捕まってるあの場所小銭を取ろうとしてるってことかな。そう、小銭を取ろうとしてるかちょっと暖を取ろうとしてるってこと。間ちょっとあったかかったりする。寒いなとか言ってスッと入ってちゃう。大阪に行って、うん、おじさんが挟まってたら、うん、あ、こっち新世界だと思う。そういう基準じゃないですけど、ほんとびっくりするよ。なんでこっから足が出てんのっていう。おい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 みたいな。しかも裸足だよみたいな。怖いですよね。穴町のノリさん、はい、怪しい場所なら、うん、西成の泥棒市場ってあったよ。何回か行ったことあるさすがですね。さすが、地元は違いね。ノリさんもそれ全部まとめてた人なんでね。牛耳った人ですから、うん、はい、牛耳っててね、よかったです。そうなんですよ、ね。まあ、僕もよくこう大阪に遊びに行ってた頃はね、うん、新世界の近くのね、新今宮の安い宿泊まってました。1000円、1泊1000円。わ、めちゃくちゃ安い。すごいよね。1泊1000円ですけど、ちゃんとね、うん、テレビはあって、うん、ちゃんと、扉はあって。ただ、トイレとシャワーは共用でしたから。だから、そこでちょっと泡風呂入りに行ってたと。あ、いやいや、近くあるからね。うん、ね、そういうところ。さすがナルトラ、見つけるのうまいな。安い宿探して、ね、残りはそっちで使う。うん、なるほど。もう何の否定もしようもないやつ、ね、なんかすっごいもうまるっきり何を僕の生活をよくご存知で、すごい、もう男の人しか泊まんないからね。そこはね、女性は泊まれないから、もう無理。大阪行った時ないから何とでも言えるからね。無理。俺は、うん、ね、新今宮から何回で一駅ですよ。はい、はい、難波ね。はい、以上でございます。じゃあちょっと一旦 CM 行きまして、はい、あとちょっとね、アンズさんからこっちということで、はい、はい、ゲストコーナーこなつです。お願いします ということで、うん、なぜか、関西トーク大阪トークになってた、はい、CM 前でしたけれども、難しかったですね。はい、さあということでこの時間、ゲストさんのコーナーでございます。はい、はい、今日はね、アンズさんに来ていただいてますけど、何も大阪の話をしたわけではありませんので。そうです、はい、今日は何を告知に、うん、
今週土曜日もちょっとショーがあるんですけど、はい、そっちも言ってもいいですかね。ああもう何でもどうぞ。あの浦添なんですけど、浦添、はい、浦添の T ネクストさん、はい、10月24日土曜日、はい、と夜の8時から4時まで、また4時、そう長いんですよ。まあでもその間に、まあ、ちょっと11時ぐらいにショータイムをしようかなと。おこれはどういうなんか、あ、ディスコとライブハウスが混ざった感じ。おなんかすごいな。あでもなんかすごい、ちょっとびっくりなんですけど、うん、みんな踊るんですよね沖縄の人、うん、おじさまたちというか、おじさまたちがなんか結構、うん、ね、昔からディスコ的なものがね、うん、沖縄は栄えてたというふうに聞いてますので、うんうん、あの場所が、うん、多分ゴッパチから来てあの、うん、ホテルキングのところ、うん、ヤフソ向けに入って、あ、そう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 、50メートルぐらい行ったら1本目の路地の右角ぐらいかな。はい、 T ネクストさん、はい、はい、それで分かる人は多分分かるよ。ゴッパチから、うん、あのホテルキングから、うん、ヤフソ向けに入って、うん、すぐ右角50メートル、あ、1本目の筋の右角あたりって言ったら、これなんか8時から朝の4時までずっといても3000円で飲み放題なんですよその日。なの で結構ずっといてくれるかと思ったらみんな1時ぐらいにピシャって帰っちゃうんですよね。踊り疲れて帰っちゃうんですけど。そうだろう、そうだろう、もう一回ちょっと踊ろうと思った時にあんまりいないっていう状況なんで、うん、ちょっとあの体力温存しながらね、最後まで4時までいてくれたらなっていう感じですね。そう、私はちょっとハンモックって空中のパフォーマンスをするんですけど、うん、ハンモックのヨガの、うん、パフォーマンスダンスバージョンをするんですけど、ちょっとなかなか沖縄でやれる人も少ないので、おすごい、あの見たらちょっと楽しいと思いますんで、うん、あの布がビョーンってなってる感じですか。あ、そうそう、ね、布が下に垂れてない、ね、あ、垂れてないんだ。垂れてない方を今回はやります。おなかなかの T-NEX さんもわざわざ工事してもらって、え、天井をあ、そっか、強くないとね、私のためにというか、そう、そうなんですよ、このために、そうなんですよ。なのでよかったら、ね、皆さん応援しに来てもらったら嬉しいです。すごい。あともう一個いいですか。はい、で、ね、すごい最近決まったんですけど11月3日、はいはいはい、沖縄市 NBC ホール、おお、みんな知ってるんじゃないですか、結婚式で使われるんで。そうね、 NBC ホールといえば、 NBC は分かるよ、NBC といえばリベアルっていう NBC ステージ2020というイベントで、うん、まあ、3日、11月3日火曜祝日なんですけど、うん、はい、5時オープンの6時スタート、うん、で8時までなんですけど、ちょっとラストぐらい7時40分ぐらいに20分ぐらいのショーをするんですけど今回、うん、でちょっと私とアンズとあの龍馬柴さんってもともとファイヤーですごい活動されてる人なんですけど、今回は LED、はい、LED のパフォーマンスをします。でそこをそのハンドバン、わかります、はいはい、手でこの前なんかで見たね、なんかあの見せてた鍋の底みたいなやつを、この間であのバーベキュー行った方分かるんですか、バーベキューの蓋みたいなやつを、そうそうそうバーベキューのこの丸い蓋を、意外と高かったよ調べたらあれじゃあハンドファンの 曲と私がやるシルクかフープをして、うんうん、まあ、もう一個ソロでシルクかフープ、まあシルクと、あ、シルクは布が下に垂れてるバージョン、で、あとフープっていうのが輪っかですね、よくあのサーカスでよく見る、はいはいはい、それをあのどちらもショーしたいなと、あと龍馬さんの LED も見れるので、あのすごい頑張ろうと思いますよ。でもそうです、いや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 、そこまでできたらすごいでしょ、やっとなんかちゃんとイベントがね、あ、そうなんですよ、そうなんですよ、来ましたんで、めちゃくちゃすごいな、なんかそう、なんかうん、なかなか高いところでパフォーマンスできない、うん、まあ、プラスちょっとこの状況でなかなかパフォーマンスも、ね、うん、制限されていたので、うん、がなんかめちゃくちゃ嬉しいですね、うん、はい、ですね、すごいな。ちなみにあの、入場料とかそういうの、入場代とか、うん、そうですよね、そちらは2000円プラスドリンク代なんですけど、うん、お席がね150人限定なんですけど、そう、ちょっと私の方と連絡取れるんだったら私の方でチケット手配とか置き付けとかもできますんで、うんうんうん、はい、はい、メールアドレス
メール連絡取りやすい方で、そうですね、あ、そう、もうツイッターでも何でもいいんですけど、うん、はい、アンズエアリアルっていうインスタもやってます、うん、ほうほうほう、でメールアドレスは、はい、anz.izumingatgmail.com、うん、はい、はい、アンズドットイズミングです。あ、なるほど、読んだら、はい、はい、ということで、はい、また、YouTube とか、うん、このツイキャスのアーカイブとかでね、うんうん、ちょっと今聞き逃したっていう方は、うん、はい、確かめていただければと思います。後ほどアップするんでしょうか、はい、ナルトラさん、しましょう、ね、します、よろしく、はい、はい、します。で、じゃあもう一度2つのイベントを、うん、そうですね、簡単に、はい、ま、もう一度お願いしていいですか。はい、じゃあ今週土曜日は浦添 T ネクスト8時から4時の間の11時頃と、もう一回あとちょっと夜中に踊ります。と11月3日は NBC ホールですね、はい、5時オープン、6時スタート、うん、8時までの間に踊ります。はい、はいはい、ありがとうございます。素晴らしいですね、ね、って感じで、うん、はいはい、でさっきのりさんがはい、多分ハンドハンドパン、あ、土曜日の、うん、そうなんですよ、人ってそうなんですよ、それはカンカラ三振で邪魔しようとしてた人はのりさんです、はい、とんでもない人だな、ね、じゃあ渡したらね、うん、三振はまだ早いからってカンカラ渡したらね、引きまくってね、うん、飽きてまたその後にちょっとお姉様を触りに行ったと、はい、もうのりさん、ね、はい、穴町のりさん、はい、俺じゃないって言ってますけど、あなたです、うん、まあよたのとはまた別人格かもしれません、なるほど、鉄かもしれません、それはそうですね、はい、鉄の方、鉄かな、鉄かもしれません、別人格の鉄が出てきたと思います、ね、うん、あともう一匹の方かな、うん、クームヤの方かな、うん、です、クームヤね、かもしれませんね、宮津で G の人ね、はい、さあ、はい、ということで、メール読んでみましょうか、あずさんのお口はもうよろしいでございますか、ですね、あとレッスンもしてるの、あ、もしそれそれ大事やん、そうですよ、みんな待ってるよ、はい、ね、場所茶壇北前の方でやり始めたので、うん、よかったらぜひ、はい、エアリアルとかちょっとっていう人は、うん、ちょっと運動不足解消のクラスも始めたので、うん、はい、そちらも沖縄エアリアルで検索したら私にたどり着くと思うので、あ、なるほど、はい、これ大人の、あ、大人ですね、まあ、子供は子供で、もし希望があれば連絡していただいたら、あ、できるのすごいやん、すごいな、ちなみに、うん、ナルトラみたいなぽっちゃり体型とか男の人も大丈夫なの、男の人、あ、大丈夫、あ、頑張る気持ちさえあれば大丈夫です、なるほど、まあ、はい、ナルトラやってみる、うん、いいんですか、体型変わっちゃってもいいんですか、いや変わった方がいいんじゃないかな、うん、いや僕はいいですけど、この番組的にどうかなっていう、いや全然大丈夫よ、いやなんでどうしたの、いやだってちょい太めとかなんかジングルも作ってるのに、せっかくまあ作り変えればいい、うんうんうん、はい、ジングルは、はい、それがアンズさんのおかげでね、シュッてなるんだったら、あれじゃない、あなた多分ライザップより安く済むと思うよ、うん、そう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 、うん、それはそう、はい、アンザップ、アンザップアンザップやってこう、やってこう、塾お料とかは、あ、塾お料、塾お料、あ、まあ、1時間3300円ですね、うん、でなんかチケットで月4回とか来たら1回3000円とかになります、うん、いや物を使ってるので普通のレッスンより少し少々高いと思いますが、うん、その点は物代も安全第一でちょっと使うので、ちょっと人数も少人数制にしてますので、うん、よろしくお願いします、うん、すごーい、え、ほら、そうだ、しずこさんさん、頑張れ、食い倒れ太郎って言って、だから僕は食い倒れ太郎の体型いくらいだからね、この番組的にはいいってことなんですよ、いや太郎の方が痩せてるよ最近だナルトラ、ほら、ほもう本当に沖縄ニワンチュールさんも、うん、アワさん、うん、ダイエットって言われてるよ、まずアワさんって言われる、うん、時点でね、もうやめましょう、噛み寄ったな、なんでそれで噛む、うん、
はい、ということで、はい、以上でしょうか。いやもうそんなん言ったらいっぱいあるかもしれない。そうだ、いっぱいあるよ、いっぱいあるよ。まだまだ決まってるよ。来年の1月8と10イベントを自分が企画でやります。わお、アンズ企画 A プラスっていうのをもともと東京でやってたイベントなんですけど、うん、沖縄でもまたやります。おなるほど、じゃあ詳細はまた来月、はいはい、ということで、ちょっと小出しにしてないからね実はこの今後ですね、うん、月1ペースでゲストに来ていただく予定でございますので、来てくれるよみんなあ、みんなわーいってやったわーいってあの S いないですか。あ、ないの、わーいないの、わーいあるはずよ、作ったもんかな、募集みたいな、わーいこっちはあるんですよね、こうやってもうほらなんか独り言みたいになっちゃってツイキャスでね独り言みたいな、ツイキャスで花火とか拍手とか流せるんですけれどもね、うん、そうそうそういっぱいできるね、はい、さあということで、はーい、オッケー、メールいきましょうか。さメールいきますか。はい、はい、来てます。はい、うん、トン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 と、はいはいはい、まあ、この方から言っていいですか。はい、皆さんこんばんは、鶴ヶ島カーズニーよって、元気してるって、どうしたんだろうか、僕はビンビンですってどうしたカーズニー、さて好きなスポーツですが、やっぱりモータースポーツ好きですね。お、バイクではこれ、うん、モト GP って呼んでいいのかな。そうですね、モト GP ね、やっぱり、ツーストオンリーだったロードレース選手権が大好きです。いや、ロードレース世界選手権が大好きでしたね。ワールド GP ね、うん、GP500、うん、では、ローソン、うん、シュワンツ、はい、あ、ドゥーハン、ドゥーハン、岡田、うん、伊藤、うん、安倍など好きです、ね、すごいいっぱいいるね、GP250 は原田、はい、加藤、うん、ビアッチなど、GP125 は坂田、上田、うん、ロッシなど、はい、あ、マニアックですみません、大丈夫です、分かる人なら分かるけど、分からない人ならさっぱりですね、はい、エコさんなら分かるかな、以上です、はい、分かります、うん、あのエコさんしか分かりません、すいません、うん、バイク系はね、あのちなみに自分の、ツイッターの、うん、マークがアイコンですよね、アイコンある、うん、あれ74番、うん、あれは加藤大二郎、あのヘルメットを、愛用させていただいてます。なるほど、そういうことなんだ、ね、うん、鈴鹿でちょっと事故して亡くなっちゃったんですけど、今でも26の若さで、ね、だから今でもその、事故があったあたりの、うん、鈴鹿サーキットの通路には、うん、まあ、ファンが自然と追悼の、うん、花とかが置かれているっていうスペースが、あの正直ね、鈴鹿でも何人か事故があったので、うん、その場所のたびにそういう、うん、あの場所が作られてるような感じですね。まあね、ギリギリまで攻め込んでいくのがもうそういうスポーツだから ね、 うね、もうバイクなんかもうシートベルトあるわけじゃないから、はい、もうね、そう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 、もう自分の体全部がもうマシンだ、はい、一体になってるからね、はい、バイク知らないのに言ってみました。じゃあ続いていきましょう。はい、はい、来てますよ。フリマンの皆さん、リスナーの皆さん、ゲストのアンズ、はじめまして。穴町の鉄です。バーベキューの時はどうもって。どうも。どうも。この時点で初めてじゃないじゃないですか。殴られてる。パンチ入れてきます。ね、好きなスポーツ。少年野球に、3年続け、サッカーは2日でやめ、うん、ラグビー部は幽霊部員、うん、その後は帰宅部、うん、社会人になって野球やソフトボールをやってみました。うん、見るだけじゃ物足りず、うん、はあはあと息を切らしながらフィニッシュ、いや違う、試合終了することが気持ちが良くてたまりません、ムフフって、だから友達などとチームを作ってやってました。やっぱり野球が好きです ね、うん、ね、友達みんなフリムンの集まりでした、うん、試合前には酒を飲み、違うだろ、酔っ払った状態で相手チームからクレームの嵐、時には喧嘩になる時もありました。しかし酔っ払いのフリムンたちは最強でした。ただ敵味方関係なく暴れるので、あっちこっちで流血、おとなしい、おとなしい俺には乱闘になるとベンチで小さくなって隠れてました、てへぺろ、え、でもよくわかんない、本当だよ本当だよ、誰が小さくなって隠れてた、絶対先頭立ってたと思う
絶対バットに釘打ってたと思う。このノーリーさんのバットは絶対釘が入ってるから、ね、あの、うん、ちょっと抜いた跡がありましたね。いや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 、まあまあまあ、怖い中途半端に抜いてると折れたりするからね。いやよ、まあまあ、もう一応スポーツ好きということでよかったです。はい、はい、来てますこの方。はい、こんばんムーン。はい、煙です。はい、ね、運動神経がまるでなく、スポーツマンシップも生まれてこの方持ち合わせていない私、うん、好きなスポーツはベイスターズとイーグルスです。これはスポーツとは言わないな。なぜかって野球って答えたら全部のチームが好きってことでしょ。いやいや、それはない全部ってもう 2つしかないよこれ。私は器が小さいので、他のチームの選手を見ただけで頭痛がするので、プロ野球はベイスターズ、少年野球は自分の息子のチームだけです。はい、息子のチームは保護者が仲良く喫煙所に集まるので、とても居心地がいいです。横浜スタジアムはビールが好きです。あ、今日も飲んだ、吸った。外の喫煙所から送信。なんかもう何しに行ってんのこれ。うん、酒とタバコですね、うん、目的はね。いや、はい、確かにね、すごいね。ま、でも最近なんていうの、子どものそういうチームの、この集まってる時は禁煙が多いんだよね、うん、まあ、やっぱりそこで吸わないでとか。そうです、ね、子どもたちいるからって。そうです、そうです。もう珍しいね、まだそういうのが、保護者が仲良く喫煙所に集まるっていうね、でも喫煙所って仲良くなるからね。どうしてもそうなりますからね。よかったです。まだまだいっぱい来てるんで。はい。はい、はい、じゃあ来てますよ。はい、ナルトラさん、シロコさん、エコさん、ゲストのアンズちゃん、リスナーの皆さん、こんばんムーン。こんばんムーン。ラジオネームムサシです。ありがとうございます。ね、ナルトラさん、エコさん、先週末、宜野湾市のトロピカルビーチで開催された、ひふみさんの、ビーチパーティー、参加お疲れ様でした。はい、僕も参加して、ナルトラさん、エコさん、ひふみさん、キャンさん、あかねちゃん、あかりん、まなみさん、みんな網羅してるな。皆さんとおしゃべりできて、食事できて、とても楽しかったです。うん、では本題へ。はい、好きなスポーツ、うん。好きなスポーツは野球、バスケット、ソフトボール、サッカー、うん、テニス、キックベースボール。聞こえはいいけど、ただ回しきる野球よね。うん、ね、言ってあげないで。なぜかハテナが2つじゃん。ウッチボール。ウッチボール、ハンドボールですかねって、はい、皆さんの好きなスポーツは何ですか、教えてください。教えてください、野球です。2回も、2回も叫ばれてる、これ。教えてください。はい。ね。はい、ちなみに、本当だよ、皆さん、あ、そっか、アンズさんはバレーボールだね。うん、僕は、うん、まあ、見るスポーツになりますけど、やっぱサッカーと、ね、モータースポーツですよ。なるほど。僕は四輪派ですので。あ、そっか、そっか。私見るフィギュアとかも、そういえば。スポーツになるのね、やっぱ。あれはそうですね。そう、あれね、あれがスポーツっていうのは、なんか最近の認識な感じがする。うん、すごい華麗な動きをするから。すごいよね。ちなみに私は、プロレスが大好きです。格闘技全般が大好きです。ですね、ですね、見に行ってましたもんね。強い男が大好きです。わかります。もう筋肉の上にうっすら、この筋肉とだけじゃダメなんです、うん、うっすらちょっとね、守るための肉もプッとついてて、はいはい、クッと背中のグッと、もう翼の生えたような羽のある、はい、そんな筋肉をついた男が大好きです。はい、行きまーす。あれ、はい、じゃあちょっと次メール行きましょうか。おい、流すなよ。いや、もうね、僕らはもう毎回そういう話を聞いてますから、もうね、はい、これ以上聞く必要はございませんということで。お、はい、じゃあ覚えときゃ。まずブルーミーでーす。ありがとうございます。好きなスポーツは全般的だけど、はい、よく見るのが野球と格闘技、はい、よし、こっち来い、はい、で、プロ野球のキャンプ、公式戦、沖縄でやる分ね、それはなるべく見に行くようにしてるので、ね、プロの選手ってあまり見られないしね、そう、貴重な体験で、格闘技も全般的に見るけど、プロレスがやっぱりよく見る。あら、おー、いいね、いいね、新日と、あ、いいね、いいね、ドラゲ、うん、あ、ドラゲノア、お、これをスタファーで見てると、ね、の駆け引きとかのバチバチの戦いが最高ということで、
アデュー。あ、アデュー。はい。まあ、今日もね、ふすまのお部屋から、はい、そうやって言ってくれてるわ。そうにしてね。ね、ふすまのお部屋で。ね、そんなホワイティさん、ソファーシードおばさんさん、はい、男ソムリエがテイスティングしてる。当たり前でしょ。はいはい、世の中に何が大事って、テイスティングが一番大事です。何テイスティングなしの人生なんて。もう、はい、いきなり激辛食べるようなもんですよ。はい、じゃあちょっとツイキャス読みましょうか。ごめん、もう一つブルーミーから。おい、何でしょう。PS で。うん、PS。ビーチパーティーにも来てくれて、ゲストのアンズさんの写真を1枚撮ったというので、後で送っとくので。それありがとうございます。犬と戯れてる。白芝白ですって言って。すごいね。本当真っ白だ、はい。そう。風天のトロさんみたいになってる。ね、白はもう人気もんで。はい、さあ、そしてちょっとごめんなさい。ツイキャスで、ギネスさんから、うん。好きなスポーツ。やってたのはマラソン。お。好きなのは野球、サッカー、バスケなど。日曜日のプリンセス駅伝見てて、京セラの一区が中継所の50メートル前で倒れて、見れなく動けなくなったのは叱んだということで、なんか女子駅伝の予選会みたいな大会やってたんですよね。そこでちょっと中継所の50メートル手前で脱水症状で倒れてしまった。僕もちょっとテレビ見てたんですけど。 あったね、何年前だった。この前の土曜日ですよ。あ、日曜日か。この前の日曜日、うん、何年か前にもあったさ。よくね。よくね、駅伝はほど分からないスポーツなんだよ。はい、はい、うん、はい。さあ、ということで続いて。すみません、メール来てます。はい。はい、フリムの皆さんこんばんは。埼玉のはちみつ一家です。はい、ありがとうございます。すごい。やっているスポーツは、ゴルフとバレーボール、はい、草野球、スキー、テニスはやらなくなりました。はい。ゴルフとバレーボールやってるのかな、草野球、スキー、テニスはやらなくなったと、はい、で見て楽しいスポーツはモータースポーツと箱根駅伝、うん、見に行って楽しいのは浦和レッズのサッカー応援とプロ野球です。バイクで30分走ったところの土手に、うん、ヤクルトの、2軍野球場があります。イースタンリーグの試合をやっていて、その土手から無料で見ることができるので時々見に行きますよ。バリバリ1軍の選手が調整で2軍の試合に出たりするので楽しいですよと、はい、宇都宮線の酔っ払いの隣から送信。いやだな。酔っ払ってるんだな隣の人は。埼玉界隈の。もう無事に帰れたかな。はい、多分昨日の終電付近だったんで、うん、はい、あ、そうなんだ、よかった。はい、うん、はい、ということで、はい、メールは以上でございます。いはい、はい、さあ、あ、ちょっとカリウスさんが、おいおいおい、俺好きなスポーツ見るのもやるのもエイサーかな。おえー、エイサーはスポーツなんでしょうか。いや、そうきたか、ね、うん、はい、うん、エイサーがええでしょ、あ、すごい、はい、ということで、いいね、いいですね、確かに、確かに、確かにスポーツだね、スポーツ、あれはスポーツですよ、うん、ね、納得、はいはいはい、ということでね、うん、ちょうど時間も来たところで、はい、来週のテーマ発表から先行きましょうか。イエス、はい、ということで、本来来週は、最近来てない人なんですけれど、今日は人妻としっぽりしてるんで、はい、代わりにホワイティさん今月2回目のテーマでございます。来ましょう、はい、来週のテーマはお世話になりました堤恭平さん。世代が分かれそうなテーマでございます。いや、結構長い間活躍してた先生なんで、ものすごく聞いたことがあるっていうのは絶対あると思うんですね。気がつけばあの曲実はっていうパターンがもしかしたら多いかもしれませんけど、うん、皆さん堤恭平作品で出していただくとですね、はい、検索して調べてみてください、うん、はい、そうなんです。あ、まあまあ、代表的なのだと、もうジャニーズ、マッチ、トシちゃん、少年隊、うん、はい、ね、あと夏色のナンシも意外とそうなんだよ。あと秋名、ね、女性アイドルのね、秋名、うん、様も、秋名様も、はい、楽曲も、はい、チェッカーズもやってたのかな、どうでしょうね、はい、スラッシュドバサンさん、堤真一じゃダメっていう、そう、そう、何を出してくるの、それこそ、ダメですね、それこそなんとかソムリエの一種ですか。そうです、堤恭平先生で、はい、作、な、何作曲か、作曲かな、ということで、うん、先日ね、お亡くなりになりました、はい、はい、有名な方でございます、はい、ぜひ皆さん調べてください、はい、ということで、
今日ゲストでアンズさんに来ていただきましたけども感想一言。はい、感想、はい、なんかいろいろ嬉しかったです。ありがとうございます。よかった。どうやら、無事来月も来ていただけるようです。また来月もよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、フリムラジオこの時間あたりでお別れでございます。お相手は私、ナルトラでした。はい、シロコでした。エコザエルでした。アンズでした。はい、また来週でーす。ありがとうございます。柴田恭兵だねって違うから。